趣味で餃子屋を潰したぽっちゃりなおじさまが岡田斗司夫との対談で、証拠にもなくあいつはプロ弱者だとのたまっていました。弱者のふりをして結局通販で儲けている論理みたいですが、餃子屋さんはプロ弱者なんですか？うん、定義をその人が決めたら多分そういう定義になるんじゃないですか。でもあのなんだろうな、あの一般の中小企業の人をあのそこまでバカにすることに僕はメリットがわからないんですよね。あの裏で実は大企業がやってましたとかであれば、それはなんかあのじゃあ騙されたのかなってなるんですけど、あのどう調べても単なる個人事業主なんですよね。なのでなんかその個人事業主の人を未だに敵視しているというのをメディアで言うことによるメリットってほぼないと思うんですよ。で今僕これ言うじゃないですか。で僕はその堀江さんのためを思ってこれ言ってるんですけど、要はその、思ったとしても言うべきじゃないことってあるんですよ。まあ、僕もなるべく言わないようにしてるんですけど、あの僕の知り合いで死んだ魚目をしてる性格の悪いデブのおっちゃんがいるんですけど、やっぱりその彼はそれを聞くと傷つくかもしれないのでなるべく言わないようにしてるんですよ。っていうのがあって、その思ったことを口に出すことでそれが共感されるかっていうとそうでもないと思うんですよね。なのでそのある程度成功してすげえお金持ってますっていう人がその中小企業のおっちゃんに対して、あいつこんなひどいやつだよって言っても、いやいやお前の方がひどいことしてるだろって言われちゃうと思うので、その共感をしてもらいたいのか何を求めてるのか分かんないんですよね。あと全然関係ないんですけど、死んだ坂本龍一のセカンドのデモのおっさんが JR の電車の中のあの広告になんかずっと顔が出てるらしくて、マジなんかあの害悪公害だよねって思ったんですよね。その要はあの汚物を見せ続けられてるわけじゃないですか、電車に乗ってる人が。でそのお金払って電車乗ってその汚物をずっと見せつけられて、でそれがなんか通勤とかの時に毎日見続けるんでしょ。なんか相当ひどいことしてるけど何の虐待なのかなと思って、本当日本人って狂ってるなと思いました。はい。本当にすいません。いや大丈夫ですよ、あの間に合ってるんで大丈夫です。本当間に合ってるんで大丈夫です。全然間に合ってるので、あの後日すいません、あの お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。